これから8月30日の運の塾通信をお送りします。これは8月7日のエコノミストの記事ですが、今日で第4回目です。オープンソースインテリジェンスは情報の国端と国家独占に挑戦している。研究者、活動家、アマチュアは強力な武器を独創的に利用しているという記事ですね。 OSINT、 オープンソースインテリジェンスの話です。早速中に入りますね。中にですね、キューブサットという言葉が出てきますが、これは大学の研究室などが製作する数キログラム程度の小型人工衛星である。ピギーバック衛星として打ち上げられることを前提としており、打ち上げ費用を極力抑えることができる。2003年6月に世界初のキューブサットが打ち上げられた。キューブサット、今150個ぐらい打ち上げられてるみたいですね。シャッターコントロールって記事が言葉が出てきますけど、これは偵察衛星の撮影対象を規制することということのようですね。これは、この図は、衛星、その宇宙衛星のサテライトの、目って書いてありますから、サテライトの、監視してる数ですね。アメリカが300強、中国が50ぐらいですかね、あとその他。圧倒的にアメリカが衛星からの情報を取ってるみたいですね。これ知りませんでした。アメリカは350で中国は50ぐらいしかないわけですね、まだ。で、早速中に入ります。MH17 の場合のように、これマレーシアですね。 OSINT の努力はとどめの行動ではなかった。しかし、双方の場合において独立して広範な情報源から集められ分析された証拠を自由に利用することは、長期間の偏見を持った声明が勝手になされているわけではないが、有罪になると。この有罪になるっていう、どういうか、要するに一般に公開された情報以外を使うと有罪になるという意味でしょうね。ちょっと訳文章がおかしいですけど、情報源を集めるのは別に構わない。自由に利用することはいいということなんでしょうね。でも、これ、そういう英語でそう書いてあるんですかね。ちょっと。情報機関からね、偏見を持った声明のやり方だと有罪になると。そういう意味ですね。ちょっと訳おかしかったですね。ちょっと修正しますね。持った声明、持った声明がなされる。持った、やり方、声明のやり方だと声明、これはあれですね、偏見を持つ声明のやり方だとですね、実際には、オープンにされた情報の場合にはですね、罪はない。物事の秩序、航空機の墜落のような事象に反応して OSINT のコミュニティは一般的に既に公開されているデータに依存している。他のプロジェクト、公開されているデータに、他のプロジェクトでは情報はしばしば宇宙空間から得られるような新たなデータから取得する。コロナ計画が1960年代に
提供した可能性は今や一段の商用衛星業者によって容易に乗り越えられている。プラネットは2013年以来小さなキューブサット、さっき説明したやつですね、キューブサットにカメラを掲載してきている。これ掲載は搭載ですね。そして今や毎日全ての地表を撮影する目的で150ほどが一段となっている。150も上がってるんですね。その安価な画像は1ピクセルあたり3メートルの解析能力を持っており、車のサイズの物体を認識し良いものになるとピクセルあたり50センチの解像度でより詳細を表示できる。マクセルは大きなアメリカの衛星メーカーだが、またヨーロッパの航空機製造の巨人であるエアバスのような企業はより高度な解像度の画像を提供している。これどっか YouTube で見ましたけども、手のひらぐらいの50センチじゃなくて手のひらぐらいの範囲のものが今識別できるみたいですね。1990年代にアメリカ政府がそうしたベンチャー企業の開発を奨励していた時に、政府は高解像度に対しての統制を考えていた。どこの企業もオープン市場で高解像度の画像を販売し始めたので、その政策は失敗した。アメリカの企業は失敗するよりかは競争できた方が良い。アメリカ政府による偵察衛星の撮影対象を規制することは可能だが、そうしたことに準拠した法律は適用されていない。けれども微妙な説得が効果を発揮しているかもしれない。ルイスはペンタゴンの一部が彼のチームが出版した画像をよく持っていないという印象を持っている。要するに政府がね、政府が大口の顧客の時にはそうした怒りが企業の集中に影響を与える。だから反政府的なことをやったらやっぱりまずいということですね。政府が大口顧客なのは、商業画像が政府の機密扱いの情報の有用な保管情報を提供しているからだ。彼らはまた豊かな情報源を提供している。民間ですよ。写真は商業的に公に利用されうるので、機密事項に関しての暴露はない。我々は社会に特別な役割を提供していて、多くのオープンな国家、例えばアメリカから準便益を得ていると、プラネットの CEO であるウィル・マーチャルが言う。このウィル・マーチャル、時折政府に不都合なことを暴露するかもしれないが、それは新たな世界情勢だ。あなたは見ることができる。政府が最大の顧客であれば、ルイスは最も熱中になる人かもしれない。彼とその仲間はプラネット、マクサル、エアバス、その他のデータを利用して、中国、イラン、北朝鮮、ロシア、サウジアラビア、その他の基礎国のミサイルプログラムを分析する。核の拡散防止の彼らの仕事のために築かれた証拠の基盤は、ミサイル発射基地、ロケット工場、核施設に対しての印象的な評判を獲得してきた。まあ、要するに政府の機密情報を民間企業がいろいろ保管して情報を提供しているという、そういうことですね。それもその政府が規制して、その非常に細かい精密な画像を政府に対して提供している。民間の場合にはですね、結局学生も含めて自由な時間にいろいろこう調査するんで、まあ、計画的に政府が やれないようなところまで、まあ、手の届くような情報まで提供できると、そういう意味だと思います。